ちゃん、お城に飛ばしちゃうね。まだまだ余裕。よっしゃ、おりゃ、うん、なめなめ、よっ、うん、50回も突破、これでこれじゃあ全然物足りないよ。はい、おりゃ、うん、よっ、舐めないで、ターン、よっ、おりゃ、よっ、遅いよ、ターン、はい、よっ、はい、50個も、はい、てい、はい、はい、よっ、てやまだ余裕。はっ、はい、はっ、うん、てりゃー、よっ、はっ、はっ、興奮よ、50個も突破、おりゃ、へい、よっ、おりゃ、これでどう、うん、はっ、うん、よっ、100個も突破、おりゃ、よっ、へい、はっ、えい、うん、What?
ちゃうよ。力がみなぎってくる。ももちゃん、もしかして手を抜いてくれた？バカにするな。そんな器用なことはできないし、姉妹で組むとこれほどの強さを発揮するとは。二人を守るつもりなら大丈夫か、満腹丸。やったのだ。用心棒したからポイントが。でもやっぱり幻覚されてるの。何か食べに行くのだ。大丈夫みたいね。あいつ本当に食べ物で怪我が治るんじゃないかな。それじゃあ越後屋、話を聞こうか。これ以上はやめよ。踏み込んでもいいことないよ。ゴーザンゼちゃんの中にいた女の子のことを気にしてるなら、彼女はその辺のことをもっと詳しく話したくないって言うなら、ちょっと乱暴なことになるかも。乱暴とはこういうことです。ランカちゃん、みんな大丈夫？グンダリ先生、どうして越後屋さんを傷つけることは私が許します。傷つけるつもりなんてありません。ただ聞きたいことが。聞く必要はありません。ただ信じなさい。ビクにはバルキリーに悪いことはしません。この島はバルキリーのためにあるのですから。ビクニを、理事長の言葉を。なんという口語。いいですね。またイチゴ屋さんに手を出したり、この島から追放します。いいですね。島はバルキリーに悪いことはしません。あなたたちの幸せのために理事長を信じなさい。この島はあなたたちのためにあるの。思いっきり釘を刺されたけど、悪い感じは。お姉ちゃんはどう思う？私は信じたいけど耐えられない。耐えられない。嘘をつかれているのに耐えられない。何でもない、大丈夫、気にしないで。私たちのためって言われても嘘には耐えられないよ。でしたら、そのきっかけになった金剛先生にもう一度お話。できることなら会って聞きたいよ。金剛先生なら確かこの後修練場で。本当？いいえ、どういたしま。行こう、ランカちゃん。金剛先生に話を聞き。私もダメージ残ってるんで。喧嘩を売りに行くわけじゃないんだし、ゆっくり休んでてくれ。すまない、すぐに後を。任せといて、ささっと行ってちゃちゃっと聞いてくるよ。バルキリードライブ、いつでも行けるよ。金剛先生いないね。稲川が教えてくれた場所って、うん、ここのはずだけど。早かったのかな。ふな、何、誰だ。奇襲なんて随分と。随分なお言葉ですわね。奇襲は立派な。それでは満腹丸さん、作戦の通りにお願いします。もう満腹丸とドライブしてるのか。準備万端。ランカちゃん、私が戦う。うん、今度は私が戦う番だよ。お姉ちゃん、それにお姉ちゃんを背中から襲うような奴は稲川、根性を叩き直してやる。それでは行きますよ。お姉ちゃん。まとめ。ステータスを確認する？ステータスを確認する？ステータスを確認する？休憩を相手してやるよ。やめ、やめ、砕け戦士揃い、効かないぜ。やめ戦士50コンボ突破。くたまれ。はっ、ねっ、
手になってやる。はっはっいや、ね、はっねセリア、はっはっはっこれでどうだ。いや、はっ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 いいぜ、相手になってやる。ふっふっふっ、足は効かないぜ。ねえ、ふっせい、ふっふっふっ、コンボ突破。ねえ、しゅっせい、ねえ、いつでもいけるよ。ふっふっふっせい、ふっ打ち抜け、ふっせい、ふっいかっこく、ちょろい。ふっふっふっ、これで打ち砕け。
強敵勝利。どんなもんよ。誰も私の成長を止められない。修行の成果だ。勝負はついた。しぶといですね。ま、勝てるとも思って。勝つつもりがなかった。それ、お姉ちゃんを狙ったのか。島の秘密を探り始めたから今回は勝てたけど焦らないでください。そのうちには。そのうちっていい。そのうちはそのうち。いずれこの私が五期生の筆頭として。何言ってんの。筆頭は月いつまでもそうとは限らないでしょ。稲川、その薄ら笑いをやめろ。私を本当に怒らせたいの。怖い怖い。まだその。ごきげんよう。どこまでも卑怯な真似を。待て。ギャフ。なんか柔らかい。ランちゃんひどいのだ。危うく中から。満腹丸ちゃん、そんなところに寝てたら危ないよ。ううん、はみ出るあんこも在庫切れ。何かお腹に入れなくては。わあ、ランちゃんとリンちゃんのおかげでありがとうございますなのだ。では満腹丸ちゃんはビッグに万有ぐら。大丈夫かな満腹丸ちゃん。朦朧としてた。いつもあんな感じじゃない。それよりもやることがあるよ。そこにいるのは。今度こそ聞かせてください。この島の真実を。知ってどうするのだ。それは知ってから考えます。では教えろ。どうして。自分の力を磨け。我が言えることはそれのみよ。定期戦も近い。我が師として言ってやれるのは。金剛先生怒っちゃったのかな。先生は怒ってなかったよ。とりあえず一度戻ろう。今日はいろいろありすぎ。うん、そうだね。やっぱりこのままじゃダメだよね。でもどうしたら。これまでどうしようもなあの子たちを信じても。物語を楽しもう。なんかちょ、このままでいいのかな。結局何もわからないまま定期戦になっちゃった。なんだかすっきりしないな。心の中がモヤモヤする。このままじゃ中途半端な気持ちで定期戦に出ることになっちゃうよ。どうしたの。お姉ちゃん疲れた。休憩しよっか。喉渇いてない。そうじゃないの。ごめんなさい。ランカちゃんにも気を使わせっぱなしで。私ダメなお姉ちゃんだ。わかってるよ。ビクニの真実の件でもしょうがないよ。先生たちからこれ以上首を突っ込むな。先生にもう一度話を聞きたいと思って訪ねていったんだ。何か話しづらいのか、それとも隠そうと。このままだと真実から遠ざかっちゃう。私だって気になるよ。話は聞いてもらえない。無理に調べれば追放され八方塞がり。そうだよね。それよりも定期戦のこと。今回の定期戦は大伊徳先生が。っていうことは最低でも大伊徳先生。んじゃあいっそのこと大伊徳先生と直接対。大伊徳先生に勝てば。そんなにうまくいくかな。世の中そんなに甘くないとえっちゃんは思うのよね。あ、えっちゃん心配してたんだよ。私たちが先生から越後屋に手を出すなって言われたのを聞いて。安心していいよ。お店にはもう手を出さないから。追放された。あんまりいじめないでよ。えっちゃんにも込み入った事情ってものがあるのさ。その込み入った越後屋が今日は何の用。まあご機嫌伺いっていうか定期戦も近いし。さっき
世の中甘くない？君たち分かってるのかな。定期戦で姉妹同士で戦うか、以前の定期戦みたいに。分かってるよ、えっちゃん。ランカちゃんとも話し合う。誰と組んでも誰が相手でも全力で戦うって決めたんだ。私かお姉ちゃんのどっちかが勝ち抜けばそれで死。やっぱり諦めてなかったんだね。ごめんね。えでもね、それを抜きにしても本気じゃなきゃ小春ちゃんとバイオラちゃんはもちろん、桃ちゃんだって強敵だし。それに稲川にも気をつけないと、いつまた襲いかかって。ねえねえ、一人名前が出てなくない？満腹丸ちゃんでしょ。あいつさ、強いんだか弱いんだかさっぱり。食べ物で釣られれば誰とでもホイホイ組むし、動きが全然読めだから、あいつのことを考えるのはやめた。なるほどね、ダークホース。とにかく私たちは精一杯戦うだけ。戦いを重ねた分だけ、また強くなった分だけ、リクニの真実に近づける。あの姉妹のポジティブさは厄介よね。アホと紙一重だわ。多分自分たちがしていることの意味を、まるで小春の苦悩もわかるわ。真実を知りたいというあの子たちの気持ちはあり、でも筆頭としてはビクニの秩序と安寧を守る。悩んでなどいません。この島は V ウイルスの罹患者にと、誰であれビクニの存在を脅かすようであれば私は戦います。それより少しか、少し疲れているのかも。徹夜で調べ、調べ物。この島の歴史を。歴史ね、と言ってもビクニは人工島でしょ。大した歴史もなさ、何か面白い昔話。あまり面白くはありません。じゃあなんでそんなさ。そういえばクズリュは修行に付き合ってくれ。そういえばそうだね、ももちゃんが約束に。えっちゃん、ももちゃん、人使いが荒くないかい。ま、発見したよ、拠点でのんび。クズリュのやつ、私との約束を忘。頼む満腹丸。腹三分目ってとこかな。もっとお腹いっぱい。約束の時間は過ぎているんだ、早く修練所。ビーちゃん先に。目を離したら修練場に来ないつも。鋭い三点。それに私が一人で行ってもドライブの訓練にならない。私はあの二人の。満腹丸ちゃんはどちらかというと味方したくないって。満腹丸ちゃんはビクニに一切何にもしなくてもいろいろと。みんな優しいの。リンちゃんとランちゃんに。けど先生たちに勝つことにもビクニの手術にも興味がないと。それでお腹は膨れません。恨みがないとか言って稲川と組んであの二人を襲う。あの人はいい人なのだ。なぜなら用心棒だよ。えっちゃんはちょっとねぎりすぎ。ポイントさえ手に入ればことの善悪は関係ない。ことの善悪ってのは冗談で、この島では戦うことが唯一の善なのだ。ピーちゃんが言う善悪。リンカとランカは私が知らなかった強さ。あの二人に恩返しをしたい。あの二人の戦いの行く末を見届けたい。ならその善に釣り合う対価を払うのだ。分かっている。ポイントが欲しいんだろう。30万。それは高すぎないか。うん、満腹丸ちゃんは安い女じゃないのだ。30万ポイント。というわけで、すまん、ポイントを貸してくれ。満腹丸ちゃんへのポイントは私とランカちゃんで払う。満腹丸ちゃんとしてはどっちでも、彼のお財布から出たポイントでもご飯の味。いや断ろうよ普通に。30万ポイントも払えないし、修行の相手は他を当たるよ。あ、いや、それだと。わざわざ来てもらって悪かったね。でも何ポイントなら。そうだな、300ポイント。それじゃライスしか食べられないの。じゃあ生卵をつけるよ。それならいいのだ、 TKG は美味しいです。決まりだね。お姉ちゃん、300ポイントと生卵で話。そのくらいなら払えるね。よろしく、ま、TKG のためにか。どうしたのクズリュウ。ほら訓練を始めようよ。
ああ。みんなで全勝を目指して。そして、瞬く間に時間は過ぎ。お待ちかねの定期戦だ。ガキども、極限まで来た。苦悶だわ。バルキリーは常に強くあれ。それが全ての幸福につながることを忘れるんじゃねえ。勝てばお腹いっぱい食べれるのだ。ポイントいっぱいで幸せ。戦え、バルキリーよ。全ての戦いを勝ち抜けば、俺と戦うとより強く、より高く、より先へと。絶対に負けられない。真実に近づく。修行の成果を見せてやる。この日のために万全を期した。じゃあ宴を始めるぜ。一回戦の組み合わせが発表になったよ。なんと最初に私と組むのはお姉ちゃんです。それなら何の問題もないね。気になるの。気の毒ね。一回戦で私とはあんなに訓練していたのに早々に脱落して。そう思わない？神楽坂姉妹を侮るなよ。この二人が組んだ時の強さを知って。バイオラとクズリュ、相手に不足はないね。全力で行かせて。私は強くなりたい。今いる場所より先。そのためにも大伊徳先生への挑戦権は譲れない。私たちだって負けないよ。正々堂々戦おう。楽しみにしているわ。じゃあ試合でね。さあさあ準備はできてるだろ。では定期戦第一試合。行くよ。余裕？やあ、おりゃ！さあ、うん、これで決める！はっ、50コンボ突破！てらー！はい、さあ、よっ、100コンボ突破！ねきった！てい、はっ、はい、おりゃ！これはいかんの？はっ、うん、やあ、てい、おそくの？はい、はっ、やあ、おりゃ！進めるよ。いくらでもかかってこーい。うん、せい。やあ、ここからは甘く見ないで。たん、せい。はっ、やあ、おしまい。やあ、はっ、よっ、50コンボ突破。おりゃ、やあ、はっ、これで決め。やあ、たん、せい。おりゃ、これで決め。よっ、いけるよ。よっ、よっ、これで100コンボ突破。よっ、たん、はい。うん、よっ、はい。てい、はっ、たん、うん、よっ、なんで。おりゃ、たん、てい、たん、これはいかんよ。えい、うん、よっ、おりゃ、よっ、たん、はい。えい、よっ、たん、よっ、いけるよ。おしまい。えい、やっ、えい、てい、やっ、はい、はっ、くらえ。うん、てい、やっ、コンボ突破。これでどう？はっ、はやっ、えい、はっ、はっ、うん、よっ、はっ、はっ、これでどう？はっ、よっ、おりゃ、はっ、やっ、はっ、やっ、ふっ、ふっ、はっ、よっ、はっ、はい、よっ、はっ、はい、ここからの変。なめないで。うん、やっ、うん、やっ、てりゃー。ふっ、はい、おりゃ、うん、なめないで。ふっ、はい、おりゃ、やっ、おしまい。進めるよ。
リクニの真実。キスしよっか。悪いけど。これは痛いよ。あなたたちがそれに近づく。小春は望んでいない。覚えてなさい。落ち出してる。行くわよ。これは痛いよ。ドリームラッシュ。私の服が。これは痛いよ。どうだ。いやこんなの嘘よ。やったね。一番いい評価だよ。どんどん強くなっちゃうよ。誰も私の成長を止められない。なんですって。私は本気で戦った。なのに。ごめんねバイオラちゃん、どうしても譲れない。姉妹というだけであそこまで違うわね。ここを追い出されるかもしれないリスクを背負ってなお。モモさん、あなたまさか手を抜いたなんて。手を抜いたかどうかくらい見ていてわからなかったのか。第一、大伊徳先生がそんな不正は見逃さないだろう。それはそうですけど。ならばあの二人の勝ちに文句はあるまい。勝ち負けに文句を言うつもりはありません。何、どういうこと。あなたが手を抜いたのではないのならそれでいい。それでは。バルキリードライブ進みましょう。一回戦突破おめでとう。リカちゃん、ランカちゃん、すごい。ありがとう、エッちゃん。エッちゃんの応援の。ねえ、二人とも改まって何。あのさ、強くなるのって怖くない。怖くないよ。私が強くなりたいのは誰かを傷つけるためじゃないもの。この力は大切なものを守るための力だよ。だから怖くなんかない。大切なものって。そうだな、友達とか自分の信念とか幸せとか。そこは。そういうこと。お姉ちゃんを傷つけようとするやつは全員私がぶっ飛ばす。そっか、うん、聞かせてくれ。大切な人を守るためなんち。越後屋さん、何か。なんでもないよ。なんて言えたら。あなたにはあなたがに。それが本当に正しいことなのか、えっちゃんは確信。あの二人を見ていたらね。ところで越後屋さん、大伊徳先生がすぐに二回戦が始まるからここへ来ると思う。あ、来た来た。おーい、大伊徳ちゃん、小春ちゃんがお花。お、小春じゃねえか。一回戦は解消だ。先生のご指導のところで一つお伺い。優等生のお前が質問とは珍しいな。答えられることだったらいいぜ。理事長の居場所を教えてください。あ？もう一度お伺いします。理事長は今どこにいらっしゃいますか。どうしましたか大伊徳先生。やれやれだぜ。質問の答えになっていません。残念ながら時間切れだ。その質問、二回戦を始めるぜ。次の相棒は、神楽坂の姉の方だ。では、大伊徳先生に勝てば、教えてくれ。しつこい。その質問には、勝負で負けようが、殺されようが、俺は答えるわけに。分かったらさっさと行け。失礼します。どいつもこいつも、何も分かっちゃいね。俺たちは戦い続けるしかねえ。小春ちゃん。ごめんなさい。あの、ふつつか者ですが、よろしくお願い。
こちらこそよろしくお願いします。相手のペアはランカちゃんとマナちゃんだよ。気を引き締め。わかりました。これより第2回戦を始める。開始位置につけ。よし、勝って大徳先生への挑戦。それでは試合か。リンカさん、よろしくお願い。リラックス。リラックス。この程度では全然足りません。ハッチャー、見えてます。ハッチャー、ここよ。こちらです。ヤクッタンハッフッタン光よ。スレアス照射テアフッタンヤハッタンここよ。ヤタンくらいなさい。フッヤタンくらいなさい。ハッヤタン、これでおしまい。50コンボ突破。セーフ、決めます。テアセーフ、ここよ。フッセーフ、ここよ。フッフッテア、決めます。セーフ、キル。テアセーフ、これでおしまい。やりましたね。この程度では全然足りません。これでおしまい。フッやだ、甘い。ダンスフッテアダンセーフ、キル。こちらです。セーダンセーフ、食らいなさい。ダンセーフ、キル。ダンスフッ、甘い。50コンボ突破。ここよ。100コンボ突破。ダンスセーフ、フッセーフ、クライナさん。セーフ、甘い。スセーフ、甘い。テアッタン、ここよ。テアッタン、テアッテアッ、諦めなさい。テアッ、200コンボ突破。フッタン、テアッ、勝者。セーフ、テアッ、これで準備できました。テアッタン、テアッ、決めます。やっ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 、ここよ。ダンスすぐクライナさん。スハッセア、決めます。スセア勝者。ハッタンフッハッ、こちらです。ダンス、諦めなさい。さあ始めましょう。終わりにしましょう。テアヤックス、これでおし300コンボ突破。ハッヤッハッ、やりましたね。テア、この程度では全然足りません。フッ、甘い。セーフ、勝者。こちらです。見えてます。ダンス、諦めなさい。テア、見えてます。ダンテアス、諦めなさい。ハッテアス、諦めなさい。スセアス、ダンテアス、ダンテアス。50コンボ突破。フッセーフ、光よ。ヤッセー、決めます。ヤッセー、甘い。フッセーフ、諦めなさい。ハッフッハッ、甘い。ハッセーフ、勝者。スダーフ、食らいなさい。ダーフッ、甘い。ヤッセーフ、キル。100コンボ突破。フッ、これでおしまい。ハッフッハッ、光よ。セーフス、ここよ。ヤッセーフ、
切る。復帰だ。やりましたね。今回のデイキス参ります。フィレインでも盛り上がってくれ。それでは参ります。派手に行きましょう。美しい。ダム、うん、これはどう。参ります。フィレイン。着実に感じます。さすがに強い。月影さんはともかく、あの凛花さんがこれほど成長する。そうですか。私は、私に最初に追いつくのは凛花さんだと。最初に会ったあの日から。高額のために理由を聞かせ。バルキリードライブの本質はパートナー同士の絆と連帯が、まっすぐで素直な心と何事にも揺るがない強い信念、それらが凛花さんの強さの源です。バルキリードライブにおいて凛花さんほど適正な。確かに月影さんの言う通りかもしれません。ですがそれでは困るんです。月影さんだっても。今日のところは負けを認めます。ですが最後に笑うのは私です。バルキリードライブ進めるよ。やっぱり二人には勝てなかったか。全勝おめでとう。大伊徳先生への挑戦権はお姉ちゃんと月影のものだ。ありがとう、ランカちゃん。小春ちゃんとならいい戦い。そのことなんだけど、ごめんなさい。大伊徳先生への挑戦。え、なんで突然。やっと決心がついたのね。はい。お願いなんて必要ない。あなたが一緒に来いとさえ言えば。ありがとう。一緒に来てください。あなたの力。オッケー、喜んで。あの話が見えないんだ。小春が権利を放棄したから全勝は凛花だけ。時点だといっぱいの私か蘭花が。どうやって決める。なんかあなたが凛花と組んで大伊徳先生へ挑みなさい。え、いいの。聞いてたでしょ。大事な用事ができ、せっかく譲るんだから負けたら許す。分かった、がっかりさせないように。では失礼します。頑張ってください、凛花さん、蘭花さん。では後でたっぷり話。いろいろあったけど、お姉ちゃんと一緒に大伊徳先生に挑戦できるなんて夢みたい。夢じゃないよ、二人に感謝しなくちゃね。行こう、大伊徳先生のところに。うん。待っていたぜ。あ、小春はどうした。月影は先生への挑戦権を放棄しました。嫌われたもんだな。あんなことを言っちまったんだ。仕方ないか。小春ちゃんと喧嘩。ま、
そんなもんだ。ぐずぐず言ってても仕方ねえ。エキシビジョンマッチを始め、よろしくお願いします。お前たちの器を測らせてもらう。いくらでもかかってこーい。はい、はい、うん、やっ、甘くないで、うん、おりゃ、はい、うん、これは痛いよ、うん、うん、やっ、うん、てりゃく突破、おりゃ、全100コンボ突破、はい、よっ、はい、さあ、てい、これでどう、おりゃ、うん、よっ、たん、甘く見えないで、よっ、てい、200コンボ突破、抜けた、うん、はい、はい、はい、てりゃく、はい、うん、いけるよ、よっ、300コンボ突破、
いくらでもかかってこーい。これじゃあ全然物足りないよ。おりゃ、じゃあ、行きた。力がみなぎってくる。
れ、また女の子が落ちてきた。それも今度はたくさん。何これ、どうなって。ねえあなた大丈夫？どこも怪我をしてるよ。眠ってるように。でも話しかけても肩を揺らしても。なんという強さ、なんという純粋さ。先生、工場区画をすぐに封鎖しなさい。隔壁をすべて。理事長先生、医療班は全員出動。メンテナンス中のロボットもすべて起動すると、排出ルートの選定と一般生徒の誘導をなるべく。あの理事長、話なら後にしてちょうだい。この子たちを収容し、あの今は忙しいのよ。私たちも手伝います。すぐに医療ロボットが来るわ。この子たちをストレッチ。わかりました。ランカちゃん、ドライブを解くよ。わかった、全員助けよう。すまなかったな、おかげで全員無事に。し大徳先生、あの一つだけ、何でも一つ、お前たちの言うことを。逃げも隠れもしねえ、ごまかし。それが指針としての、いやバルキリーとしてのさ。何でも言え。あのランカちゃんと。よかろうよ。相談って何よ、あれのこと。でもそれでいいのかなって。なんだか先生のよ、先生たちがあんなに必死。今を逃したらまた真実から遠ざ。そうなんだけど、先生の中から出て。どうして先生の中に、私たちに何を隠そうとしたのか。わかんないことだらけだよ私は。その上で、うん先生、決まったか、俺は何をすればいい。じゃあ先生には小春ちゃんと仲直り。あ、なんだ先生、小春ちゃんと喧嘩した。だから小春ちゃんは挑戦権を。そうだ、先生が悪いならちゃんと謝って。そうじゃないなら、そして仲直りできたら小春ちゃんと。願いはそれでいいのか。はい、それでいい、うん、お前たち。分かった、小春とはきちんと話す。対戦も受け入れよう。ありがとう先生。俺はこれから城へ行く。多分お前たちとは。え、どうして。このまま顔を突き合わせていたら、きっと俺は余計なことをし。大徳先生、中央区画へも。あなたも怪我をしています。治療しなくて。なあ俺は。大徳さん、お願いよ。分かった分かった。お前たち精進を怠るなよ。次に会えるのがいつになるかは。では、しからば。これだけは覚えておいて、ビクには V ウイルス感染者の。それは私たちはバルキリーのためを思いこそすれ、騙したり。むしろそういう勢力から。バルキリーは全員ビクニを信じなさい。私に言えるのは、先生たちはみんな同じこと。ビクニを信じろって。でもどんどん不安が募。ねえお姉ちゃん、ゆっくり考え。すぐに結論を出さなくちゃならないわけじゃないんだし。うん、毎度。なんだ越後屋か、私たち疲れ果ててるんだ。ようなら。あのね、大徳ちゃんの。うん、でもそれも含めて話したい。教えてあげる。私たちの物語を楽しみましょう。ももちゃん、教えてあげる。ビクニの本当の場所を移そうか。長いはず。それから VR クラスの子を集めてよ。君たちは。うん、分かった。月影とバイオラには連絡が。そういえば定期戦の後何か帰ってくるのを待った。あの二人は大丈夫。大丈夫っていうか、小春ちゃんは多分。え、そうだ。大した子だよ、たった一人。満腹丸はどうした。あっちの床で寝てるよ。話が終わったら産業にまとめてくれだって。産業はちょっとむ。あいつが起きるのを待っていたら、それこそいつになるかわからん。あとで私かね。この島の本当、何やら興味深そうな。稲川、お前は。まあうまい、彼女も。ぶでは混ぜて。もちろんさ、話すとは言ったけど、本当に知らない方が幸せ。いや知らない方がいい、話さなくちゃと思いながら
心のどこかで話したくない自分がいる。それでも聞きたい？私は知りたい。ここで真実から目をそらして、なのに誰かを疑う。私もお姉ちゃんと。今さらもったいぶるな。あら、私にはだって君は。まあいいや、姉ちゃんの話。ええ、ぜひ。よく覚悟して。なぜ今まで指針の中から出てきた女の。あれはみんなの思っている通り、今までこの島を卒業。やっぱり先輩だった。お姉ちゃんの推測は。だがなぜ卒業生が指針の中。卒業ということはつまりであれば、もはやこの島に。そうだよ、どうしてみんなを。わざわざ指針の中に入ってる理由。この島での卒業ってのは指針の中に取り込まれる。は？そんな。なんだと。そうすることで彼女たちは永遠の時を生き。永遠の時。そうさ、それがこの島に来たバルキリー。また一気に話が飛んだな。永遠の時って漫画とか SF 小説じゃないの。お姉ちゃんもあの女の子たちはバルキリーだって言ってたけど、証拠がある。おや、リンカちゃんは気づいてたの？うん、私たちと同じ目をしてたから。さすがだね、やはりリンカちゃんには飛び抜けた資質が。やだな、そんなに褒めないでよ。ちょっと嬉しいけど。君たちは指針の体の中から女の子が出てくる瞬見たよ。未だにし。じゃあ証明は簡単じゃないか。彼女たちはバルキリーです。何です？指針の構成パーツに変化していた女の子が、装甲が破壊されることによって元の姿に戻った。君たちはとても似ている現象を知っているよね。まさか。ご名答。卒業生たちは指針とドライブすること。戦闘中に指針がダメージを負ってドライブが溶けた瞬間を、バルキリーでなければ指針の内部へは取り込めない。以上が指針の中から女の子が出てきたっていう現象に対する。その女の子たちがビクニ卒業生であるバルキリーだってことの。あの、すごく。あよ、指針は24時間ずっとドライブし続けているのか。そうだね。信じられない。彼女たちはそれができるように文字通り血の滲むように。調整って。薬物療法から始まって生体移植、サイバネ手術、骨格の置換と拡張。そんな。ああいう生き物が自然発生。すべては完璧な設計と突出したバルキリーとしての才能。素晴らしい。稲子。いいえ、何も。何のためにそんなことをする。それは教えて、お願い。やっぱり言えない。貴様、えっちゃんが話してもいい。でもきっと君たちの心は、えっちゃんが話せるのはこの島の真実の。えっちゃんには覚悟が足りなかった。だからえちごや。でももし君たちにえっちゃん以上の。理事長先生。理事長が黒幕ということか。先に言っておくよ、理事長ちゃんの話を聞いても君たちは絶対に納得しない。そして理事長ちゃんは君たちの話に耳を。交渉にすらならないよ。そして君たちはビクに。ビクに全てを。その覚悟がないのなら今の話。いくらなんでもそれは無責任じゃないのか。えっちゃんは最初に聞いたよ、知らない方がいい。えっちゃんの言う通りだよ、無理に聞き出したのは。そうだったな、すまん。話してくれてありがとう、えっちゃん。君たちがどんな選択をしてもその結果ビクニがどんなことに。大変興味深いお話でしたね。ビクニにそんな秘密が隠されて。皆さんこれから。決まってるでしょ、理事長先生のところへ行って詳しい話を。あれれ、みんなどうしたの？私おかしなこと言った？分かっていないみたいですね。理事長先生を怒らせるつもりですか？
私は本当のことを知りたいだけで、そんな…おそらくそのビクニの真実というのは、触れることすら許されない理事長先生に真実を尋ねることそのものが敵対行動なんです。理事長先生を尋ねるだけで、最悪この島から追放されてしまうような事態になるかもしれないんですよ。お姉ちゃん、ランカちゃん、どうしたの？今日のところは勢いだけで踏み込んでこの島全体を敵に回すなんてバカ。真実が大事だったのは理解できるよ。でも私にとってはここでの生活も、月影とバイオラが戻ってからでも遅くないと思うな。小春ちゃんは巻き込めないよ。私が真実を、もちろんランカちゃんやモモちゃん、私一人で。お姉ちゃん、どうしても本当のことが知りたいんでなきゃ、何かとてそんな気がするから。お姉、わかりました。でしたら私にも思うところ。あ、マナちゃん。リンカ、理事長室へは私が。え、本当に？ああ、リンカ一人で行かせるのは心配だから。大丈夫だ。でもモモちゃんが一緒に来てくれるなら心強いよ。ありがとう、なでなでしちゃう。頭を撫でるの？だったら私も。ダメだ。なんで？正直どんな展開になるか全く予想がつかない。戦力は分散させておく。けど、それと越後屋の話を誰かに。月影とバイオラの満腹丸にもだ。私があいつに伝える。越後屋の話を産業にまとめてな。自信ないな。お留守番も大事な仕事だよ。お願い、ランカちゃん。リンカのことは私に任せろ。絶対に守る。分かったよ。ただあんまり無茶しないでね。うん、分かってる。それじゃあよろしくね、モモちゃん。ああ、呆れた。本当に来たんですね、リンカさん。お供はモモさんだ。稲川。あれ、マナちゃん、どう？満腹丸ちゃんもいるの？あれ、満腹丸ちゃん、食堂ご飯の匂いあるところ。満腹、また買収されたのか。私たちがここにいる理由。リンカさん、あなたを理事長先生のところに行かせるわけにはいけない。え、なんで？そんなこと決まっている。あなたの勝手な行動でこの島の完璧みんなをまとめる副筆頭として。この後に及んで優等生気取りか。事態を理解しているのか。理解していないのは。誰にも迷惑なんてかけるつもりはないよ。だから、ほら、分かって。どうしてもここを通りたいというのなら私たち、そう言われて。困る必要など、向こうがああ言っているんだ。遠慮なく通させてもらおう。マナちゃん、こんなことやめよ。またこっちのセリフでしょ。こんなことは親、向こうはどうあっても最初からやる気なんだ。お前を潰しに来てるんだぞ。言葉など交わして。それに稲川の言う通りだ。真実を知りたいというのはお前自身の、わがままを通そうというなら腹をくくれ、リンカ。私はお前のわがままに最後まで付き合う。モモちゃん、行くぞランカ。ドライブして一気に理事長。分かった。これじゃあ全然物足りないよ。おりゃあ、さあよっ、はっ、これで決める。はっ、よっ、おりゃあ、50層も突破。これで決める。おりゃあ、はっ、おりゃあ、おりゃあ、100層も突破。さあ、よっ、よっ、興奮し、よっ、よっ、はっ、はっ、おしまいだ。打ち止め、ここからだ。セリアスコンボ突破。もっといく、もっといく。やー、おりゃ、はい、やよ、ここからが本番だ。これでどう？やっ、はぁ、てい、できた。てい、よ、おりゃ、サンデアスコンボ突破。たぁ、はっ、はい、うん、これはやばいわ。進めるよ。
めるよ。これじゃあ全然物足りないよ。やっ、はい、ありゃ、懲りない女だ。その程度のドライブでは100回やっても私たちには勝てない。それでも約束通り、満腹丸ちゃんはビクニが、そんなことにならないように理事長。本当なの？うん、本当だよ。分かったのだ。どうぞ。この奥が理事長。行こう、ももちゃん。ああ、私たちの物語を楽しみましょう。